広島高速道路広島高速道路は広島県広島市とその周辺の地域に路線網を有する有料の自動車専用道路である。広島高速道路公社が建設、管理を行う指定都市高速道路で構成されている道路網を指す。一般には略して広島高速と呼ばれる地域高規格道路の計画路線に指定されている。 総延長3 1 1トルである。広島高速の各路線は、道路法上は広島県道、広島市道である。広島高速と周辺有料道路のルート図、赤線が広島高速。広島高速道路には以下の路線がある。特徴として、首都高速道路や阪神高速道路、名古屋高速道路、 福岡高速道路等の他地域の都市高速道路に比べ山側を通る路線があるためトンネルが多い。そのため開通済みの路線でトンネル建設による地盤沈下の問題が多い。また計画中の路線でもトンネル建設での地盤沈下が懸念されている。なお、東武線通期と南北線が開通すれば広島都市圏の都市高速道路の環状線が 誕生することになる。かつて計画されたことのある路線。建設省中国地方建設局、広島国道工事事務所発行、祇園振動子より抜粋位1、2、3号線は、広島都市高速研究会によって提案された、環状道路。2010年4月26日の2号線及び3号線、日本ジャンクション吉島出入口間開通に伴い、大距離料金制となっている。 首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡高速道路等の他地域の都市高速道路に先駆けて距離料金制を導入した名古屋高速、福岡都市高速などは均一料金制。料金収受も山陽自動車道等の高速自動車国道で一般的な入り口で通行券を発券し出口で生産する方式となり ETC 車外でも 大距離料金制が適用される。車宿分は軽自動車等普通車、大型車、特大車の4つである。2006年10月16日、広島東インターチェンジの山陽自動車道合併収受料金所で運用を開始した。2008年4月15日、共用中の全料金所への導入が完了した。国、県、市と商工会議所で構成広島。 高速道路公社料金問題調査会会議資料、広島高速道路公社、企業、IR 情報公社の仕事。ありがとうございます。